家系図、キアン、または、キアン、キャンは、アイルランド神話の登場人物。トゥアハデ・ダナーン親族で、ルーの父親。子犬に化けて、逃げようとしたが、同じトゥアハデ・ダナーン族でも確執あるトゥレンのコラ3さん、兄弟に殺害される。キアンの維持のルーは、キアンの死の賠償品として、数多く魔法の品々を、加害者たちに求めた。民話によれば、キアンは、 工場の牛、グラスが無難をめぐり、バロールという豪士と争い、あるいは殺され、あるいは渡積マナナーンの手を借りて牛も奪還し、生還する。いずれにおいてもキャンは、バロールの娘と通じて子を設け、その維持が後年、バロールを殺害する。キアンとは、持続するものというような意で、普通名詞と取れば長い、持続する、遠いとを指す形容詞と定義されている。 来行の書によれば、キアンは、アシャの亡霊、勇士というあだ名でも呼ばれていた。これは、複数の人物に当てられているあだ名である。なお、エスリウという名は普通キアンの妻の名と取られているが、エスレンが、キアンの別名だと述べる挿入文が、来行の書にあり、ルーが、自分の父親をティゲルンワスの息子エスリウとする、物語、幻影の予言も存在する。キアンは、 ダーナ親族の出だが、フォーレ族のバロールの娘、エスリューを妻としその間に、息子ルーを設けた。そしてキアンはその息子をフィル・ボルグ族のタルティン王妃に、養子として預けている。古文書、来行の書によれば、キアンは、ディアンケ人の三人息子の一人、あるいは四男次女の一人とされているが、金星版物語、トゥレンのコラの最後によれば、 キアンは、キャンマックカンチャであるという。キアンは、同じトゥアハデダナーン親族だが、祝縁の相手であるトゥレンのコラとの対決を避けようと、豚に変身指南を逃れようとしたが、見破られて殺された。キアンの息子ルーは、殺害者から、数々の財宝を賠償金として求めている。キアンが、バロールの娘と巡り合い、二人の間から、子供が生まれたという物語は、 交渉文学により伝えられるもので、アイルランド神話の採話版などの材料に使われる。近世の写本にのみ伝わる物語、トゥレンのコラの最後によれば、題名主人公たる三兄弟と、キアンラ三兄弟との間には、種族間の紛争があった。キアンは、運悪く、ブリアンラ兄弟と遭遇するが、時はの火蓋が切られたばかり、内はもめをしている状況ではなかった。 キアンは豚に変身して、難を避けようとした。しかしブリアンは、この変装をカ破し、弟たちを、魔法の杖で犬に、変化させておわせ、槍を投じて、豚の姿のキアンを負傷させた。自分が、キアンだと名乗る豚は、たっての願いにより、殺される前に、人間の姿に戻ることを許される。ところが、キアンは人間に戻るや、否や、 次のようなセリフを吐いた。まんまと騙してやったぞ、お前たち。もし豚の姿のわしを殺したならば、豚の賠償を払えばよかったものを。しかし、わし自身の姿で殺すならば、古今金輪ん臨罪、悲見するものない大きな賠償が支払われされることになろう。わしを殺した狂気が、犯人が誰だか我が息子に訴えるだろうという意味の、宣告をした。 そこで、ブリアンらは、そこらの石ころを打ちつけて証拠隠しを図った。肉塊となったキアンを埋葬したが、大地はこの同胞殺しを受け入れることを拒み、六度に渡り、地上に吐き出した。結局、父親の埋められた場所をルーは突き止め、真相を察知してしまう。ルーは賠償として、シチリア島の王の二頭の馬、ペルシア王、ピサールの持つ槍、 アーサルの七匹の豚、子犬ファリニッシュ等々を請求した。この物語では、家系譜が古書と異なっている。物語では、ディアン・ケヒトとミア・ハフ氏は登場するが、前者は、キアンの父とされておらず、代わりに、カンチャが、キアンの父親となっている。来航の書にある、キアンの殺害と賠償についての段落には、次にように書かれている。 トゥイル・ビクレオとその、息子たちブリアン、ヨハル、ヨハルバの冒険。デルバイス・マクオ・グマは、トゥイレル・ピクレオと言い,い、その息子らは、ルーの父親、デースレン、の夫、キアンを殺した。キアンが、子犬の姿に変じて、ブルーに行くときのことであった。この古書によれば、キアンは、膝のりの大きさの愛眼犬に変身したのであり、豚になったのではない。 アイルランド語で二つの言葉が似ているので、間違えられたのだと考察されている。また、ルーが要求した、賠償の内訳も、アッサルの槍など、微妙に違っている。キアンとバロールの娘、H.R. ミラー、チャールズ・スクワイア、セルティック・ミス・アンド・レージェンド・キアンの婚姻についての、詳細を語ったグラス・が無難の説話は、文献令はなく19世紀に収集された英語での、 交渉文学の記録しかないが、中世の伝承の名残をとどめるものとして、学会でも扱われている。主人公の名は、正しくはアイルランド語で、キャンマックカンチャである。しかし英語で刊行された民話では、音社で、キャンマックコンチェ等と伝わっている。あるいはマック・キニーリーもしくはマッキニーリーに、名前が変じてしまっている例も見られる。このアイルランド名は、 狼頭の息子の意味だと説明される。また、フィン・マッキ・ニーリーという名になっている類話もあり、内容のほぼ近い英語版とアイルランド語版で確認できる。こちらでは、兄弟の名が、ギョラ・ドブとドンである。以下、19世紀中央頃、トーリー島の住民からオドの番が採集した民話を、要約するが、グレゴリー夫人の採話にもなっているので、その相違点も注釈する。 火の丘陵という地には、タンヤ氏ガビダとマック・サビン、マック・キニーリーの三兄弟が住んでおり、海を隔てた、通り島には、バロール将軍が住んでいた。このマック・キニーリーが、やがてバロールの娘とちぎりを交わして一死を設ける、こととなる。バロールはしかし、配下のドルイド像より、自分の孫に殺される運命だと聞いていた。よって、バロールは、娘の船を、 巨塔と呼ばれる点検の岩柱にそびえる塔に、遊兵した。この話令では、マック・キニーリーが不思議の牛グラス・ガブナンの所有者であった。しかしある日、牛番をしていた兄弟が、バロールに騙されて、牛を盗まれてしまう。マック・キニーリーは、ドルイド像に相談するが、ジャガンのバロールが生きているうちは、牛の奪還は、不可能と悟される。するとキアンは、 女性守護霊である山のビローグの助力を得。また、グレゴリー夫人やロールストーンは女ドルイドと書き換えている。バロールの娘の塔に潜入し、男を見たことのない彼女はたちまち恋に落ちて、子供を妊娠してしまう。なお、塔の世話役は女性ばかりだったので、この妖精はマック・キニーリーに助走させてから島へと運んでいる。やがて三つ子が生まれると、 バロールはこれらを溺死させようとするが、エイジの一人は生き残り、この我レでは、名前が明かされないが、長安のルーに当たる。オドの番の最終話によれば、結局マック・キニーリーことキアヌは、バロールに殺害されてしまう。バロールが首をはねたとき、その血しぶきは白い岩にかかって染みついた。その岩と伝わる赤い脈の入った、大理石の塊は、 地元で石中に据えられ、ニーリーの岩と呼ばれて祀られていた。一部の学者によれば、ウェールズ神話のグウィディオンが、キアンに相当するという。スウェウス・アウゲファスの生誕については、マビノ・ギオンの第四種編、マソヌイの息子マースに記述されている。この中で、スウェウのジップが誰なのかは、明記されていないが、グウィディオンが、姉との近親相関で儲けたのが、 スウェウと導く論子があり、よって、スウェウのグウィディオンとルーの父キアンは対象関係となる。ただ、神話同士の直接比較というより、ウェールズ神話のグウィディオンと民話のマック・キニーリー、コトキアンとの比較として、ジョン・リースの学説は展開している。一つの共通モチーフとして挙げられるのが、生まれた子を、その肉親が捨てさせるモチーフである。またこれは、 世界的に分布が見られる王とその死の予言モチーフであるとの指摘がある。確かに王族が予言通り小山後に殺される展開は、キアンとバロールの民話にも、古代ギリシアのペルセウスやオイディプースの伝説にも見られる類似点である。ありがとうございます。